それはいかん。それはあかんわ、それ。やめなさい。あとは特にないかな、今回は。なんか作るかや。そしたら、ついでにちょっと覗きに行こうか。白馬のほらと。なんかやばそうだな。やばいっすね。あれ？あっさり。何者じゃこやつら。鬼ではないのか。動きもまるで足雲のようじゃった。今のはよもつ神ですな。あー、ってことはよみがえりの方か。おそらくは足雲族のよみがえりにございましょう。あ、やっぱりよみがえりなんだ。この卵を目にするのは初めてですじゃ。そのよもつ神とやらは鬼とはどう違うんじゃ。その差が、横島にして悪に落ちたる神を鬼とすれば、死をまとい死をもたらす神がよもつ神にございます。まあ死神みたいなものか。これは聖者である限り等しく恐ろしきもの。鬼とて例外ではありますまい。鬼も、あ、鬼聖者だったら襲うのか。一番厄介だね。足雲族は鬼どもに追い殺されたとのことでしたな。自らの仇を自らで撃ったか。やめやめ、こんな話をしておっては夜に川屋に行けんようになってしまうわ。もう帰ろう。イベント的なものか。はあ、まれにめっちゃ強いの出てきそう。そしたら、そうだね、あとはこの細かいのをしていくだけか。よし、じゃあできることないならガンガン話進めるか。今特に材料手に入れてもっていうところなんだよね。そんなに強化できないし。おお、家にいらしたか、サクナ様。ジードの、お耳に入れとうことが。ほう、田植えもにしたら珍しいね。帰って早々に。南の火山から流れる川で魚が何匹も浮いておりました。水も臭く毒が混じっている様子にござりまする。それはやばい。硫黄かな。幸いにして我らの他は水源を意味するため刺したる害はありませぬが、どうにも気にかかりませぬか。火山から毒とな。硫黄でも流れいてたか。やはり硫黄か。まあやっぱそこだよね、火山はね。何に害がないなら別に良いのではないか。火山が近ければそういうこともあるだろう。大変だ、大変だ。どうしたどうした。もうなんなんじゃ今日は。次から次へと。西から鬼の大軍が現れて火山の方さ向かってる。どうやら悠長にしてはおられぬようですな。この島で何が起きているかだけでも知っておかねば、いざという時お手に回らざるを得ませぬ。うむ、わしらも南の火山に赴くぞ。南の火山か。あーってことはさっき出てきたつくもの神か。ちょっと絡んできそうだね。はあ。
暗闇の炎。峠から見える火山に鬼どもが大群で向かっておるそうじゃ。四物神とかという新たな敵も現れたことじゃし、この島で何かが起こっておるのか。大事になる前に様子を見に行くとしようと。何か食べるますか？何か作る。とりあえず、そうだね。寝よう。いただきます。さあ、じいよ、今日こそ父上と母上の馴れ初めを聞かせよう。物事にはつながりというものがございますぞ。今宵は大水地との戦い。大水地か。大水などどうでもよいわ。その辺飛ばして進めてくれんか。おいらは聞きて。あいや、それがしも。おいよ。かいまるまで、男は皆怪物の話が好きなのか？ういうい。さて、大水地とは、そもそも何ぞや、それはふもとの世の水害を由来とする悪神であると。これを鎮めるために人の子らは、毎年人柱を捧げておったそうじゃ。ある年、人柱にされたはずの娘があろうことか、頂きの世まで逃げてしまったのじゃ。それが桜様のお上上、豊花様でござりまするか。わしが持つ羽衣の力を使い、世を渡ることで人柱とならずに済んだのじゃな。役は掘って逃げるのはちょぺっといい加減でねすかい。産んだこったら死にゃよかったか。それは言い過ぎやな。自分を生贄に選ぶような連中がどうなろうが知ったこっちゃねえべ。そもそも人柱というものが誠に水害を沈める力があったかは定かではないと。じゃが少なくともその水害は逃げた生贄豊花様を追うようにこの日の絵変幻したのじゃ。悪神大水地となってな。渓谷に現れた大水地は、豊花様を探したがこの淵の峠を見つけることはできなんだ。そこで大水地は豊花様をあぶり出すため鬼を引き数を頼んで島を荒らし回ることにしたと。足雲族は島を守るため果敢に挑むが巨大なる大水地の前にはなすすべもなし。次々と倒れる足雲たち、見かねた豊花様はついに羽衣を携え峠を飛び出してしまわれた。この島に大水地が現れたのは自らの席、人の目でありながらもそのように思われたのであろう。ここでようやく竹入り様も重い腰を上げられる。惚れた女が勝手に父に飛び込むのは気に入るというわけじゃ。こうして竹利美様、豊花様、足蜘蛛らと共に大水地の大戦に挑まれたと。あの大水地を相手に正面から切りかかっていく竹利美様。降りかかる攻撃を次々と羽衣でいなし、行く豊花様と。そして無数の鬼どもの群れに立ち向かう足蜘蛛族。皆それぞれに死闘を繰り広げ、戦いは幾日も幾夜も続いた。そして誰もが疲弊しきったその時、竹利美様が大水地への決め手となり一撃を加えられたと。これにはさすがの大水地もたまらぬ、地に大穴にうがち、海の方へと逃げていったと。頭を失った鬼もまたじりじりに去っていく。こうして島は再び平穏を取り戻したのじゃ。この島では老いの激しい戦があったんだべや。ジジイ殿、今宵は聞き応えがありました。ほほほ、そうかそうか。一体いつになったらわしの両親はくっつくのかの。いや、意外と大事な話だったね。さて、そしたら火山に向かいたいんだけど。あれ、犬増えてねえか。ワンワン。また犬を連れてきよったのか。白犬か。あまり生き物を増やすのもどうかと思うんじゃが、まあいえか。お主たちも最初に出かけたろうし、わしの仕事も少しは減ろう。そうだね、二人分行かせれるってことか。ナイス、カイマル。こんなところいた。あ、こっちは抱っこできないのか。みるみるうちに大きくなったらもう田植えには移れそうじゃが、もう少し待つか。取り出そう。苗193。
あーそういうことか。もともとそういうことね。分かった分かった、意味が分かった。その結局植えるときにどれくらい巻くかっていうか育てるかになるんだ。よし、これ端っこ植えれないよね。1,2,3 頭よしよし。やや粗食、まあ少ないからね。簡単に言えば広ければ広いほど土壌からの栄養を取りやすくなるからね。でこの状態でやるべきことは始めるさ。薄巻きで粗食、適度にね。で夏までは保護餌を適量与える。なるべく保護餌を下げるようだね。落石口、そしたらまずキンタを行ってくる。でユイを行ってくるよ。オッケー。で落石口行っちゃいますか。あー孵化するのか。黒曜石がある。マインクラフトかな。もうマインクラフトの知識っていうか、やりすぎですぐ黒曜石がイコールになるね。あいちー、それはいかん、それはいかん。そんな初見殺しみたいなことはしちゃあかん。あっぶな。とりあえず山頂を目指す。で下を通るとそれはいかん。それはあかんわ、それ。やめなさい。いていて、いていていて。やべえな、これ。無理です。そっか、今回自然治癒ついてないのか。まさ、駒使えないかもね。ダメらしい。ダメらしいね。マジか。それはきついって。今回自然治癒ついてないんだろう。こっち正解っぽいな。ですよね。やばいやばいやばい。
爆発爆弾爆弾あー爆弾闇よしクリア。次回毒煙の谷行けそうだね。あー強すぎやろ敵。落ち葉の恋とねえとまぁ、ちょっと遅かったからな活動がね。夕飯時でお、いるね。ふむ、珍しく今日は戸を閉めずに旗を折っておるようじゃの。戸を閉めずに旗を折る？まさかね、まさかね。無糖はしておるな。考えてみれば旗折りを見せてもらったことがないと。ゆい、中におるのか？入るぞ。あー、待ってけさーい。何やら驚かせてしまったかの。うん、大丈夫っす。旗折り小屋の調子はどうじゃ？何か欲しいものなどないかい？あるにはあるけんとも難しいと思うなや。今の折り機じゃ、オラが作った糸子はどうしてもうまく扱えなくて。仕掛けから変えねえとダメかもな。そういう話であれば確かにマシではどうしようもなさそうじゃ。うん、いがす、気にしないでけえら。怪しいな。いない。そしたらちょっと虫とかでも取って。大丈夫だよね。よしよし。そうね。ゆいはね、よく分かってないんだよね。基本的に怪しさしかないからな。加工品。つくしのぬか漬け。ここら辺はちょっと作りすぎだからそのままにしておこう。献立。そうだね、餅。そうしてもらおう。アシグも今日お手伝いくれました。そう、助かりました。あの人この峠に住まねえで普段どこで何してやるかや。いると思ったらいねえし、いねえと思ったらいるし、妙なやつだべな。カパたちや皆が最初に行くときに陰ながら守ってくれているのは知っているが、確かに詳しいことはそれがしにもわからぬ。足蜘蛛族は心を許した相手であれ、あまり群れては動きたがらぬのじゃ。我が薄く、一人ずつ多芸であり、身内で解決できぬような危機にのみ一族全体が集まるという。物を作る力はあるが、家は持たぬ考えで、もっぱら川に近い洞で寝ているようじゃな。ああ、だから洞窟だったんだ。はいはい。あやつも普段おそらく峠近くの壁にでもおるのじゃろう。この島で他のアシグモ族の姿は見えませぬな。増え続けるオドニどもに駆られる立場となり、他のものはすでに島を捨てたのだそうじゃ。ここに残るは今あやつのみ。どのような思いでわしらを支えてくれておるのか。ごちそうさんでございました。ごちそうさま。結構切ない感じだったな。お、格が14に上がってる。どうしたゆいよ、珍しくキントをつけ回しておらぬようじゃが。神様し、こっち消さいらん。なんじゃなんじゃ。ほら、あの二人。あれはボケ侍と見れたか。あやつら何を話しておるんじゃ。おう、そうなる獣はそこまで大きいか。それがしも一度その背に乗ってみたいものだ。見るても驚きました。それで、ああ、それいや、それがね、ヤナトではな。仲良さそうだね。ここんとこ暇ができればあの調子だっちゃ。おひいさま、お行儀は悪うございますぞ。分かっておる。もう行くわい。それにしてもあやつら、恋仲というわけでもなさそうじゃが。
許容がある者同士響き合うものでもあるのかの、あるのかもね。さてまだ OK。 でなんか作るかや。大技者の鎌が作れるようになると、黒曜石、ほう、あ、黒曜石で作れるわけか。黒金のクワを作って、解く必要はあるみたいだね。なんか作るかや。いや、出ないか。欲しいね。なんか黒曜石って硬いんだね。神様。防具はなしと。で、行ってくる。見る手も一回行かせるか。行ってきます。よし、じゃあもう一つ行ってみようかね。ここも全然だったな。様子見てもう一回行こう。ここは毒煙の谷と対毒効果で探索を行う。大変そう。いやー、これはちょっとやばい。毒ダミ、そういうことね。双剣美茶やね。急げ急げーと。いやー、毒ダミ茶、まあ毒ダミ茶ってあるんだけどさ、実際に小さい時よく飲まされてたんだけど、マジで双剣美茶の味って、もう毒ダミ茶の香りだから。やばい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 。まあ毒ダミゲットしただけまだよしとしようか。ここでやられるわけにいかないからね。回復回復。溶けるもんなー、ライフ。さあさあ、もうちょいもうちょいで回復するね。もう満タンだね。よし、どこを見ておれ。バイ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 。やばいやばい、それはやばい。やばいやばいやばい、これ以上はやばい、これ以上はやばい。よし、飛躍のもと。またこれか。いやー、これ毒耐性ないときついな。ちなみに毒ダミは4つか。よし、行くぞ。やばいやばいやばい、ヘリがやばいヘリがやばいヘリがやばい。ギリダメ。オッケー、そうだね。はい、ということでちょっと今回早めですが、ここまでとなります。まあ、約5年目かな？5年目、春の2日ということなんで、また稲の状態が上げていくしかないかなってところだね。木が増え始めたぞ。いやーねー。これ、
これね、全然上がんないんだよね。ほんとちょこちょこ上がっていくから、レベル上げ大変だなと思うね。まあ頑張るしかないんだけどね。ちなみに巻いて、そうだね、声ダメだけ作っておくか。肥料、肥料。本気なんだよな。多分これだろうね。これ入れると品質が上がるんだろうね。あれってことはさ、これ入れて育ち切ると、ってことだよね。反映されるってことじゃないのかな。いや、違うのかな。あ、なんかそうだとありがたいんだけどね。意外と力を上げるものがないっていうかね。そうだね。ホヒ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 をあげるもの、あっさ、うん、こうしよう。ちょっと不安ではあるが不安ではあるが、使ったけどまあいいでしょう。だね、読みとしてはこの数値が上がるってことだもんね、単純にね。上がればいいな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回この続きからやっていきますので楽しみにしておいてください。多分上がるのはあれかな、多分動画をまとめると思いますので、編集してそちらが上がり終わったら、だから2日後3日後ぐらいが流行ってできるかなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。